ぐるっとグルメ。今回は上野のグルメをご紹介。続いては路地裏の名店常連グルメのご紹介です。さあハンツさん、1軒目はどちらですか？1軒目はポンタ本家です。それでは御徒町駅のすぐ近くポンタ本家に行ってみましょう。こちらが常連グルメ1軒目、ポンタ本家。1905年、明治38年に、創業しまして、現在 の、 その台東区への4丁目でオープンいたしまして、で現在は台東区への3丁目に移転しました。はい、こちらは西洋料理の料理人さんだった初代の方がご飯に合う洋食というのをコンセプトにオープンしたお店です。まあ、日本のとんかつの元祖とも言われてる一軒で。そういうならポンタ本家で食べるべき常連グルメは当然とんかつね。まあ、ポンタではいろんな、まあ、揚げ物のメニューは当然あるんですけど、やはりこう、ね、とんかつを合わせたいっていうところで、まあ、とんかつなんですが、これ面白いのはメニューがカツレツになってるところですね。こちらがポンタ本家の常連グルメ、とんかつならぬカツレツ。カツレツとメニューに書いてあるんですが、やはり、まあ、いわゆるとんかつはとんかつなんですね。で、すごいのはこのカツ自体ですよね。ロースなんですけど、普通ロースっていうとこうちょっと油のところってあるじゃないですか。これが全くない。一本のロースがございまして、油と筋をすべて取り除きまして、ロースの芯だけを使うようにしております。で、脂身はですね、細かく切りまして、火にかけて炊き直しましてラードに、しております。どうしてそんな作業をするのかしら。赤身とですね、その油の部分っていうのはその揚がる時間が違うんですね。ですから、そのうちの場合は赤身を、揚げることによって、その少しコクを乗せましょうというやり方をやっております。あとは低温調理、すごくこう低い温度でカツをじっくり長く揚げていく。そうですね、あんまり強い火で最初から入れてしまうと周りばっかり焦げてしまいますので、あくまでもその弱火からで、最後にちょっと強火になるというような揚げ方をしております。衣の付け方というか、それがちょっとサクサクというよりもこうしっとりとしたこのポークカツレツ的な感じもありつつ、まあ、やっぱりでも日本のとんかつみたいないい感じのこのバランスをですね保っている。なのでこう案外大きいんですけど、結構爽やかにいただけてしまう。これはですね、いや、手間のかけ方がもう半端ないです。こだわり抜いた日本の元祖とんかつ、がっつり派もヘルシー派も大満足の一品よ。